ンイングルスは、イギリスの海軍士官である。1887年から1893年まで、日本に招兵されて、海軍大学校教授及び、帝国海軍顧問を務めた。原則速射砲を装備した高速軍艦の使用や、火力を発揮するための単純陣の使用など、大日本帝国海軍の戦術を開発した。 大日本帝国海軍は後にこの戦術を用いて日清戦争の航海海戦で北洋艦隊を撃破した。1897年5月に少将まで昇進して退役した。1842年1月6日にイギリスロンドンのハンズプレイスで生まれた。1855年10月11日に海軍主官候補生となった。装甲フリゲートアキリーズ装甲艦。 トライアンフ,フフリゲート、エンディミオン砲艦グリフィンと同型のコンドル八百六十一年一月七日に中尉となり、同年八月九日には、地中海艦隊の戦艦、マースに乗艦して大尉に昇進した。八百六十二年四月十七日、砲兵大尉に助任された。八百六十四年九月十四日、新たに建造をされた海峡艦隊の総攻フリゲート、 アキリーズに乗艦した。1865年12月16日、デボンポート海軍基地の砲術訓練艦、ケンブリッジに転属した。1868年10月28日、改修を経た、アキリーズに復帰した。1872年9月2日に中佐に昇進した。1873年3月15日には、鉄鋼艦、トライアンフに乗艦した。 1876年12月1日、沿岸警備隊のフリゲート、エンギミオンに上艦した。1879年3月8日、東インド艦隊の木鉄砲艦、ライフルマンの艦長に就任した。1881年1月24日、北アメリカ、西インド艦隊の木鉄砲艦、グリフィンの艦長に任命された。 1882年6月30日に大佐に昇進し、1883年9月29日に王立海軍大学に入学した。1886年1月1日、補給艦、大串矢理の艦長に就任した。1887年、イギリスを訪問した日本の海軍大臣、西郷嗣道に要請されて日本で新設された。 海軍大学校の初代教官に就任した。当初はイギリスから3年間の休職を許されていたが、日本の要請により、さらに3年間の休職を許された。日本はイングルスを生きた百科事典のように扱い、イングルスを通してイギリスからあらゆる海軍の知識を得た。日本で鋼鉄艦を買うかどうかの議論があった時には反対したが、日本は 鋼鉄艦を買うことにした。新国海軍に招兵されていたウィリアム・ラングが北洋艦隊に対して最新式の眼光陣の訓練を行ったのに対し、日本では単獣陣を採用し、敵艦隊との距離を速力でコントロールし、火力が優勢な減速速射砲を使用するように訓練した。航海海戦で日本軍が北洋艦隊を撃破したことで単獣陣は、 世界の海軍戦術の主流となった。その後数十年間、日本の海軍は、イングルスが提唱した、速力、火力、砲術の原則を踏襲していた。エンプレス・オブ・ジャパン号1893年10月、イングルスは、エンプレス・オブ・ジャパン号で、イギリスに帰国した。帰国前、イングルス夫妻は、天皇、皇后に一見した。 日本政府は盛大な送別会を開き、日本への功労に対する感謝の意を示した。送別会には、海軍大臣、西郷嗣道、前海軍大臣二礼慶犯、海軍大学校校長、中村倉之介、横須賀沈治府司令長官に、上両薫、宮内省の三宮吉兼、イギリスの中国艦隊司令、エドモンド・フリーマントルラが参列した。防護巡洋艦 マージー王立兵器八1894年2月5日、防護巡洋艦、マージーの艦長となった。1894年7月には王立兵器省省庁に就任した。1895年1月から1897年1月まで女王、ビクトリアの個人副官を務めた。1897年5月に退役し、少将に昇進した。 1919年10月2日、イギリスハンプシャーで死去した。海軍大学校の第3期の講義は、1892年に海軍戦術講義録として出版された。その中で、単獣人と単王人の過去の対戦の例を挙げ、横人における戦海の困難さや混乱などの欠点を指摘し、横人に対しては獣人で対応する戦術を提案している。 豊島沖海戦の後、ペルメルガ Z は1894年8月18日号にイングルスの意見を掲載した。その中で日本の海軍将校たちはアメリカ海軍のハン大佐の正界権理論を信じており、日本軍が採用する戦術は新軍の海上援軍を阻止するために渤海を封鎖し、朝鮮北部では新軍の陸上援軍を阻止することで、 日本軍の援軍を新軍よりも早く現地に到着させることになるのではないかと予測していた。8月10日の異イへの連合艦隊の接近については、日本は軍艦を温存しようとして、異イ砲台への攻撃に消極的であり、これは武力偵察に過ぎず、北洋艦隊基地への強行ではなかったとした。1904年の日露戦争の旅順口海戦の際、イングルスは、 日本の若い海軍将校は、ヨーロッパのどの国よりも優れていただろうとコメントした。10年前の異海への戦いでは、日本軍は、巨雷の使用の非常に不利な条件下で攻撃し、北洋艦隊の鉄鋼艦を撃沈した。旅順要塞は強かったが、一旦、ロシア艦隊を港に閉じ込めてしまえば、法に対して港内に、運動の余地がなく、そこは死地になっていた。 1892年10月23日、日本政府より、君に当随報法賞を授与された。1866年1月に、キャサリン・ソフィア・グレニーと結婚し、三男三女を設けた。次女のキャサリン・イングルスは、イギリス陸軍准将ウィフレッド・エレ賞と結婚した。次男のジョン・アレクサンダー・イングルスは、海軍大佐となり、1913年12月1日に、 防護巡洋艦、ペガサスの艦長に任命された。第一次世界大戦中のザンジバルの戦いにおいて、修理中のペガサスは、ドイツの軽巡洋艦、軽ニヒスベルクの砲撃を受けて撃沈された。ありがとうございます。